はい、兼六園ジュニアカップということでね、やっていきたいと思います。秘密結社ヒロミ総帥8でございます。こちら、金沢の2歳重賞ですね、ダートの 1500m 戦ということで、金沢のね、確かこれ、金沢デビューは限定だったっけっていうような感じで、2番手争いみたいな重賞になっちゃいましたね。というわけで、今回はこういった形でいきたいと思います。軸はね、3番のピンクビジョン。賞がたっぷりがね、重賞連勝中ということで、多分現時点での2歳金沢ナンバーワンだったりするわけなんだけれども、そこにね、負け続けてはいるんだけれども、とはいえ2着は譲らない2番手。そう考えると、今回のメンバーで言えばこの馬が1番手かなということで、繰り上がり1位狙っていきたいと思います。そして2番、ノブノビスケッツ。オープン3着と、持ち時計ではね、ややピンクビジョンなどを下回ってはくるんですが、紋別で2勝ということでね、紋別出身馬を狙えというね、地方競馬、2歳戦から3歳頭までの、鉄則みたいなね、そういったところで狙えるんじゃないかなというふうには思っています。そして4番のミオソフィア、これもね、紋別で勝ち上がっている馬でね、前走こっちでね、重賞4着検討しています。安定して走っている馬ですからね、ここも狙っていきたいと思います。そして7番、エムザ・クローバー。ここ2戦がですね、1着、2着という感じで、前走2着には負けてますが、上位に来ています。時計面でやや不安が残りますが、調子を上げてきたと見て、ね、紐には入れておきたいと思います。そして8番、ダイヤモンドライン。新馬勝ち直後の重賞で4着好走ということでね、持ち時計も縮めてきてますし、ここはね、重賞でも期待をしておきたいと思います。そんなわけでね、地方重賞はこちらのチャンネルで、JRA 重賞、今回はね、G1 天皇賞秋に関してはメインチャンネル、笛神 TV でやっております。そんなわけでね、またこういった形でやってきますんで、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。